あ、こんにちは。ロシアの皆さん、お久しぶりです。まあ、これまでロシアのいろんなところでですね、家も活用して、農業や環境や皆さんの健康のために、活躍されていることに対してですね、改めて敬意と、それから感謝、お礼を申し上げます。ありがとうございました。で、この EM っていうのはですね、地球を本当に良くしたいというこの考え方からスタートしたんですね。1980年にはできていたんですが、こんな革新的なことをやるとみんなから叩かれてしまいます。で、82年私が教授になったもんですから、教授の責任で、日本全国に広げよう、あるいは EM の国際会議を開催して、それで世界中にこの EM が広がっていった。で、まあ、その途中でですね、ベラルーシの放射能問題も解決できるという見通しも立ったんですが、なかなかこれがですね、信じてもらえませんでした。ですけれども、福島でそういう事故が起こって、それで今福島に55箇所のプロジェクトができて、もう全て放射能8割余り消えて大成功しています。で、ベラルーシの国立放射線生物学研究所のニキシン博士とかですね、たくさん来ていただいて、やっぱり同じ結果が出てきたんですね。で、そういうこともあってですね、この EM を正しく世の中に広げていくためには、やっぱり正しいきちっとした EM を使わなきゃいけない。福島の場合も EM の偽物が出てきたらいろいろやって、で、聞いたら聞かないという話になったんです。で、これはもう世界中どこでもあるんです。培養の仕方は簡単ですから、すぐに偽物が出るんです。でも使って培養してすぐ使うなら効果はありますが、これは時間を置くと変質して逆効果になることもあるんです。ですから、そういうことを踏まえて、使う人のユーザーの迷惑になったら困るし、また EM をやるということが年々つながっていかなきゃいかないんで、それで、認証制度のシステムを作りました。で、それはもう私が開発し、私たちの哲学や理念に従って EM を普及していくというパートナーにちゃんとEM 研究機構のマークのついた、そしてそれをちゃんとこのグループに認証しますよという認証書をちゃんとお渡しして、それで正しく EM を普及させるというこの体制になったわけなんです。だから、プリモスキー EM センターは我々の認証を受けておりますので、ぜひですね、この正統派の EM を使ってきちっとやっていただきたい。で、まあ、それは何かと言いますと、EM の技術は年々再々進歩します。ものすごいスピードで進歩しますから、きちっとしたパートナーを通してこれは広がっています。だから EM の偽物を作っているところはそういう情報はいきません。まあ、健康を含めてあらゆる情報がいきますので、そういうことも、再認識してですね、ロシアをいい国にするためにこれ正しいものを使ってほしい、まあ、そういうことを私は皆さんに希望いたします。これからもですね、いろんな情報をもっと積極的に公開して、たくさんの人がですね EM を使って、そしてそれぞれのですね、ハッピーな国づくりをしてもらえればと、まあ、いろんなところでたくさんいい成果が出てますので、皆さんのこの EM の活動のですね、成果を期待しています。ありがとうございました。